4番、本田武史さん、日本。本田武史が NHK 杯に帰ってきました。長野オリンピック15位の後、再び4月からアメリカに渡ってその技を広げました。非常に表現力豊かになりました。曲は2ミニットウォーク。まずはトリプルアクセル、ダブルトーループ。ステップからトリプルルッツ。ストレートラインステップ。バタフライシットスピン。この辺りの表現力を身につけました。サーペンタインステップシークエンス。60メートルのリンクをいっぱいに使います。ダブルアクセルも成功。思わずガッツポーズが出ました。長野の後の成長ぶりが十分に伺えました。本田武史、この笑顔です。17歳になりました。 NHK 杯はこれで4年連続、少年から少しずつ男性の顔へと脱皮しつつある本田です。総合的にご覧になって五十嵐さん、いかがでした？多分本人の出来としては8割ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、いわゆる完全に明らかに減点されるようなミスというミスはなかったんですね、はい、ただ例えばトリプルアクセルとトリプルトーループを飛んだ選手と比べられるとトリプルアクセルとダブルトーループですから、やはり点数が低くなりますよね、はい、そのシーンです。ここは本来ですとトリプルアクセル、そしてトリプルトーループか何かを、これはですね、トリプルアクセルをね、高く飛びすぎてますね。あーはーはー、逆にですね、彼としては3回転半3回転といったところを狙ったんでしょうが、この辺のステップワークいかがでしょう？ステップもですね、非常に細かくなって、非常に上手になったなっていう気がするんですけれども、それよりもエッジがよく滑ってますね。さあ、リクワイアードエレメンツ、要素点、8つの要素を満たさなければいけないショートプログラムで、まずその要素をどれだけ満たしたかという得点が出ました。アメリカが 5.5 というジャッジ。ただ演技としては非常に良かったので、プレゼンテーションは期待できるんじゃないですかね。そうですね、樋口豊強化コーチもこうして今持ちきれない花束を持っていますが、プレゼンテーション出ました。 5.6
2人のジャッジが 5.6 をつけています。この時点で4人が滑り終えて、本田はプルシェンコに次いで第2位です。